リップがクリーンヒットしてとか、そういうんじゃ全然ないんです。何の瞬間に折れたかっていうとですね、はい、今日はですね、ソフティネスの魔改造をやりたいと思いますね。まあリアルサーフ晩飯なんですけども、コンビニで買った牛丼ありますね。まあ普通にこう牛丼としてね作りますけども、梅なんですよこれ。実はこれ梅なんです。梅干しのをですね、をちぎって入れる、これがソフティネスの魔改造です。牛丼と梅干しってそれどうなのとね、そんなの見たことねえぞと。安心してください、私も見たことありません。この手にめっちょべちょでね、この紀州南高梅、このでかい梅干しは手にめっちょべちょにねっちょりつきますんで、そこら辺ちょっと気をつけていただいてね。もうねっちょねちょでもうね全然この手から離れたくないみたいでね、梅干しくんがね。あとこの種もちょ指もこうこの指もこうちょぽんとね、はい、食べてみましょう。ではですね、これね食べていってみましょう。いただきます。これね皆さん、普通にある、私もこれ初めて食べたんですけど、このね梅干しの酸っぱさがもう牛丼のこの甘さと相まっちゃって、あんまり酸っぱく感じないんですよ。だけど梅干しの風味だけはこう来て、普通にある。これ、いやーマジですか、寝坊しましたね。30分ぐらいちょっと寝坊しちゃったんで、1時間ぐらい入れるつもりがね、30分ぐらいしか入れないかもしれないですね。やっちゃいました。しかもそろそろこれ充電も忘れちゃってて、今モバイルバッテリーで緊急充電してるんですけど、取れんのかな、取れないんじゃないかな。これモバイルバッテリーをどうやって上にくっつけようかな。いやー失敗しました。いや、折れましたね。コンディションはね、こんな感じでね、その波のパワーでというよりも、もう、あの、4年間もう、ごめんなさいって、もう4年間許してくれ、俺をっていうね、そういう、ね、状態で折れました。はい。やっと新しいのを買います。まあ、皆さん、ついにお別れの時がやってまいりましたね。あの、波のパワーがあって、もうそれですごくてドカーンって飲まれて、もうちょうどクリーンヒットしてとか、そういうんじゃ全然ないんです。もう4年間の疲労骨折4年間分の疲労骨折なんですこれ。もう許してくれと、ソフトボードがね、もうそんなね、膝並みの日も頭半の日ももう俺を許してくれと、そういう悲鳴です。何の瞬間に折れたかっていうとですね、あのまさかのシッティングスルーの瞬間にですね、シッティングスルーの瞬間にパチンって、なんかもうパチンって音がしたんですよ。で最初なんか板の裏になんか硬い、すごい硬いものがパチンって当たったのかと思って、なんだろうと、砂目に当たった、ぶつかったと思って、でなんかわかんないなと思いながらパドルして、次の波またシッティングスルーしようとしたら、なんか変なんですよ、板がなんかあれと思って、でひっくり返したらもう見たこともない、あの元々入ってたね、あの元々中折れしてたんですよ私の板。
多分もともとストリンガーが1本折れてたんですよ。それをずっと1年あもう2年以上乗せたのかな、その状態で。でもう1本のストリンガーがやっと折れたと。今日どういうことやねんっていう話なんですけども、やっと新しい板買えますね。で私ちょっとさっきなんか着替えてる時にね、なんかふとうるっと来ちゃいましてあれと思って、俺4年間この板とね、どんな時もどんな波の時も一緒にやってきたよなと思って。ねえねえ、好きな人がいいの？めぐみのデッコちゃんかな。やべ、先生来た、寝るぞ。おめえは早くデッコちゃんにプロポーズしろ。おめえはあそこの両親が厳しくてさ、ハードボードとじゃないと結婚させないって。あれと思ってちょっとうるっと来ちゃいまして、こんなこと初めて。やっぱりサーフボードってもともと私ショートボードやってたんで、もう大体1年ぐらいしたらね、長くても1年したら買い替えて、なんだったらもう悪態つきながらね、もうこの板ダメだとか言いながらね、悪態つきながら変えてたじゃないですか。でもね、この4年間どんな時も一緒にやってきてこのボードがですね折れて、なんかお別れなんだと思ったらですね、さっきなんかうるっときちゃいましたね。初めてですね、こんな。やっぱり物にも魂が宿ると言いましてですね、まあ諸行無常ですね。はい、常にあるものはないということです。皆さん、ソフティネスの波動ビンビン来てますか？もちろんですね、次の板ですね、変な風にですね、かっこいい真っ黒なマットな感じのね、真っ黒なソフトボードとか、ああいう変なかっこいいね感じの板は私は買いません。私はもう次もソフテックのローラーの水色を買います。ありますか、まだソフテックさん、まだあります、売ってますあれちょっと探してね、もうすぐ買いたいと思います。はい、で今日ね、今日はリアルサウンメージの時間ないんで、このままこれで締めようかなと思います。はい、ありがとうございました。ではチャンネル登録とね、高評価の、これからもね、また新しいソフテック買って、そのソフテックで、まあ、4、5年ね、同じサーフボードで4、5年膝とかももの波を乗っていきたいと思いますので、それを見たいなという人はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。レッツソフティ。指もこっち、おーっとね、やべ、先生来た。